トリトンの南極地域、窒素が噴出し、その時に堆積したものが筋のように見える。トリトンホッパーは NASA によるトリトンへの着陸計画である。この計画では、トリトンの表面に多く存在する個体の窒素を燃料に使用し、トリトンの探査などを行う。トリトンは海洋性最大の衛星である。年、ボイジャー号が万キロメートル離れたところから、 フライバイを行い、氷の火山などの地質学的特徴が見つかった。トリトンは地質学で言うとまだ活動的であり、クレーターも他と比べて少ない。また、トリトンの大気は地球の約7万分の1であり、非常に薄い。トリトンホッパーの構想では放射線を用いたロケットエンジンの利用を試みている。固体窒素を集め、 高圧力のもと熱することで燃料として使用する。困難とされているのは固体窒素の採掘法と燃料の加熱方法である。トリトンホッパーにロケットエンジンが使われるのは地形や重力の小ささなどに好都合だからである。他に大気の抽出等も行うことができる。今回の探査では探査機の跳躍により移動する方法が採用されている。 この方法では1回の跳躍で 1km 高く飛び、5km 先に移動できる。トリトンホッパーは飛行中は、トリトンの地表の撮影、地上にいる間は、科学的性質の分析や、地質分析等が可能である。ありがとうございます。